はい、前に見える山、何だと思いますか？そうです、日本一の富士山です。富士山に登りに行ったわけじゃないんですけど、富士山がすごく綺麗に見えるって言われている山梨県にある三ツ峠に行ってきました。はじめ予定していたコースはこの紫の方の三ツ峠登山口バス停の方やったんですけど、なぜか到着したのは憩いの森の方でした。この緑の A コースの方は中級者上級者向けだったんですけど、まあなんとかたどり着いたんでよしとしましょう。で、土曜日で晴れてたのですごく人気がある山やったから、駐車場止めれるかなってすごく心配していました。駐車場は止めれました。ほんならね、駐車場の前の水たまりにこんなにおたまじゃくしいてるんです。ここの山は奈良時代から信仰で栄えてた山なので、お地蔵さんとかいろんな石とか、あとロッククライミングするような屏風岩っていう大きな岩があるんです。水色のトンボがおる。ほら、タクシー乗り場があんねんて。アスファルトの道を12分ぐらい歩くと登山口に到着しました。川口湖と富士山を見ながらの登山の予定やったんですが、まあなんせ登山口間違えたんで A コースです。でもね、間違えてよかったんちゃうかなっていうぐらい本当に綺麗に富士山見えて、ほんまにいいコースでした。なんかかわいいこのカッパ。鬼山も一緒です。これで蜂から私たちを守ってくれます。あいくれあいくれあ、富士山見えてきてる。すごいやん。おお、すごい。いや、元気出るな。富士山です。
馬返し。おお、ここもまあ見事。うわ、綺麗。こちらが富士山でございます。若者たちよ、頑張れ。わあ、3回目のビューポイント、はい、来ました。おお、愛染明灯やって。3回目のビューポイントです。イエーイ、めっちゃ綺麗。藤井市、藤井市、これこっちか、こっちか。あ、すごいお地蔵さんがいっぱいおる。あ、雲がかかりだした。こんにちは。あとちょっと。あとちょっと。あとちょっとや。あ、雲がかかり出してる。もうちょっとやって。四つ目のビューポイントけど、富士山が雲かかっている。ほな行きましょうか。なんかすごい怒ってるのあんたって感じの葉っぱな、刺されそう。すごいね、お地蔵さん、みんな富士山眺めてんちゃう？おー、みんなな、そら富士山、ええわな。足元滑らんようにね。こりゃ、あーすごいとこ歩いてるね。めちゃくちゃ綺麗な、最高やね、このルート。もうそろそろ。わあ、すごい。
かカエルが鳴いてるよ。道がふかふかでクッションの上歩いてるみたい。みんなついてきてます。クライミングしてんの？うわ、これ登ってんやって。すごい。あ、ここクライミングのポイントなんや。あ、すげえ。かっこいいや。大丈夫よ。ロープ？はい。ロープは切れない。大丈夫。すごい。わ、いっぱいいてる。そういうとこなんや。わすごい。わ、クライミングの荷物って大きいな。これも、すごい。あんな高いとこまでおる。90代でこの壁。なんかすごいしか言うてへんわ今日。なんなんこの最高なルートは。うわ、山荘左へ、山頂は右なんかな、きっと。わあ、すごいな。ここでじゃあ休憩しようか。納豆巻き、納豆、納豆を食べるか。納豆巻き。200で200
絶対違う。ボロ富士山。山頂。あ、三角点。これかな。これかな。着いたり、あ。ぬぬぬぬ、どこが山頂だ。ぬぬぬ、どこが山頂かわからない。あ、これか。これかな、もしかして。はい、着きました。オス高山。ゼンマイ？え？すごいな。あの、スターウォーズのなんかこんなんおった、折れへんかった？スターウォーズのなんか。折れへんかった？なんかよう似たんおったよ。なんか、ダチョウっぽくない？これ。なんかダチョウっぽいよ、ほら。ダチョウの葉っぱみたい、ダチョウみたい。あそこにトイレがある。トイレ行けますか？顔出してきたで。
今回もご視聴していただきありがとうございます。今回は本当に天気に恵まれて貴重な時間を過ごさせていただきました。違うルートからまたチャレンジしたいと思います。そして何より就活中で忙しい若者たちをチャチコおばちゃんと一緒に登ってくれてありがとうございます。また一緒に行こうな。そしてクライミングすごいですね。多分できひんと思うけどやってみたいなーって気持ちになりました。あの岩の上から見る風景見てみたいです。次の動画で岩登ってたりして本当にいいとこだったのでぜひ皆さんも行ってみてください。関東の山最高です。それではまた。